ほーら、勝手に話を進めないで。あ、もう。言っておくけど、少しでもおかしな真似をしたら容赦しないわよ。肝に銘じておきますわ。毒を食らわばさらまでと申しますもんね。中途半端に接触するよりは徹底的に。この大陸の女神の実力、しかと見させていただきますわ。僕も一緒に連れてってほしいな。頭ね、ずいぶん立派な建物だけど、大きいね。お城みたい。もうずるい。プランだけこんないいとこ住んじゃって。ブルルン、私たちも大きい教会作ろうよ。私狭い方が好きだよ。広いと寂しいし。そんなこと帰ってからゆっくり相談しなさい。ほら、行くわよ。教会にしては警備が薄いですわね。油断をしているのか、それとも…ブラン様、情報通り女神たちが教会内に入ってきた模様です。そう、ようやく来たのね。本当にやるのですか？ブラン様お一人で女神三人と戦うなどと。私が負けると言いたいの？いえ、決してそのような。ただ女神三人を抹殺するとなると、さすがに二が勝ちすぎるのではと。そこまでするつもりはないわ。いや、そうなのですか？そこまでしたら一部の人々から反感を買うことになるわ。ただ痛めつけるだけよ。二度とルビーに逆らおうなんて気が起きないくらいにね。しかしそれは少々甘いのでは。生かしておけばいつまたルビーの脅威となるとも。ならないわ、私がしっかりしていればね。お言葉ですが、しっかりしていないから今日のような事態を招いているわけでして。なんだと。すみません、言葉が過ぎました。ただその女神に苦言を呈するのもこの国の大臣としての役目でして。その大臣だからってあんまり調子に乗ってんじゃねえぞ。はい。私めはいろいろと準備がございますので、これで失礼します。言ってくれんじゃねえか。でもそれも今日までだ。私が負けるはずがねえ。私は唯一の女神なんだ。まさか僕が不意をつかれるなんてね。私の番ですね。いや、行きます。やりました。やあ、チェイスト。やあ、やれにしようか。はい、やあ、お任せ。もうちょっと待って。
私そうだね。行きます。なぜ私が戦わなければ。私も行きました。なかなかやるじゃないか。僕たちの失敗。アイサム見っけ。カンガルーのように。くれてもいいんじゃないか。それ行きます。えい、私に行きました。プネプネしてやんよ。やあチェイスト。圧倒的。もっともっと強くなるよ。作戦通りだ。はあ、どうして私が、なぜ私が戦わなければ。ずっと私のターンってわけにはいかないんだよね。えへい、ほいじゃ、待ってね。誰にしようか。やっ、そこ、うん、もうちょっと待って。それ決断。かかりますよ。行きます。やりました。僕の番だ。はい、僕たちのレベルアップだ。ありますよ。それ、えい、や、意外と簡単ですね。てりゃー、えい、僕の番だ。よよよ、やっ、やっ、やっ、僕たちの残機が増えてくれないとする。私は本気を見せてあげようかな。先代から引き継いだ魔法です。待ってました。やあチェイスト。ほいだ。純朴のチャンス。誰にしようか。すまないが、君にはやられてもらう。どうしようかな。かわしき。どうして私が。まさか、これを使う日が来るなんて。僕の番だ。倒させてもらうよ。もうちょっと待って。だらだら。決まだ強っ。レベル。あたしレベル。確定した。
の番ですね。えい、それ。いや、なぜ私が戦わなければ。私たちのチャンスだ。確実に行こう。私の番ですね。なぜ私が戦わなければ。待ってました。僕の番だ。はい。なかなかジャンキーレベルアップだ。私の番ですね。それ。いや。えい。冷たいの行きますよ。当てて。不意をつかれるなんてね。なかなかやるじゃないか。3ターンかかりますよ。なぜ私が戦わなければ。やりました。私のターンってわけにはいかないんだよね。てりゃー、純白のタッチ。任せてくれ。そこ、僕たちの。やったから引き継いだ魔法です。ネップネップにしてやんよ。てりゃー、やー、純白のタッチ。僕の番だ。すまないが君にはやられてもらう。なかなかやるじゃないか。どうして私が。しようかな。まさかこれを使う日が来るなんて。任せてくれ。倒させてもらうよ。どうしようかな。すまない。レッツレッツアドリブ。触れるこの力は痛い。
遅かったじゃねえか。てっきり途中でリタイアしてんじゃねえかと思ったぜ。その口ぶりだと私たちが来るのは予想済みだったってことね。うわー、ブランまた変身してるし。ねえ、元の姿に戻ろうよ。そっちのが話しやすいしさ。あ？てめえは私の姿なんか知らねえだろうが。適当なこと言ってんじゃねえぞ。え？はあ、そっか。こっちのブランの変身前とはまだ会ったことないかも。ややこしいな。あなた、私の時も似たようなことをおっしゃってましたわよね。そうだっけ。まあ天丼はお笑いの基本だしね、ブルル。天丼おいしいよね。あのさ、3人がかりでシリアスな空気をぶち壊すのやめてくれないかしら。おい、クソつまんねえ漫才見せるためにわざわざ来たのか。違うわよ。あなたには直接言ってやりたいことが山ほどあって。私までお笑い3人組にカウントされるのは納得いきませんわ。クソつまんねえって言われた。ひどいよ。こっちは恥も外聞もプライドも金繰り捨てて笑い取りに行ってんのに。エプちゃんは存在自体が面白いんだよ。だからあなたたちは一生やってろ。やっぱりてめえらは女神にふさわしくねえみたいだな。なんですって。準備しな。てめえらまとめて相手してやる。ルビーがこの世界で唯一の女神である私がな。世界で唯一の、ね、ふん、こっちも文句言うだけじゃ気が済まないし、そっちがその気なら。ガラ！こら！勝手に始めるんじゃないわよ！アブネスちゃん？げ、なんで幼女がここにいんの？だから幼女って言うな！ほら、グズグズしてないでさっさとカメラ運んじゃって。ぎゅー、なんでオイラが毎回毎回借り出されてるっちゅ。文句言ってんじゃないわよ。私だって忙しいのにしょうがなく来てるんだからね。ネズミさんもいる。なんでなんで。別に不思議はないでしょ。この国と七賢人がグルなのは分かりきってたことだし。人聞きが悪いな。ちょっとばかし協力してやってるだけだ。ルイは七賢人と。あなたの方がよっぽど女神にふさわしくないんじゃない？こんな連中と手を組むなんて。新米のくせに生意気言ってんじゃねえ。私はずっと一人で一つしかない国を守り続けてきたんだ。そのためにはどんな手だって。昨日今日女神になったばっかのてめえらにとやかく言われる筋合いはねえんだよ。偉そうに。その昨日今日女神になった連中に押されてるのはどこのどなたかしらね。んだと。わあわあ、ちょっと気を抜いた隙にどんどん契約になってるよ。止めた方がいいかな、ブルル。何ボケーっとしてんの、ブルル。ブルルンってば。あー、ごめん。なんかブランちゃんがかわいそうに見えて。かわいそう？ブランが？まあ勝手に始めるなって言ってんでしょ。ちょっとネズミ、まだ準備終わんないの？まったくグズなんだから。やかましいっちょ。こっちだって不慣れな機械で。よし、オッケーっちょ。じゃあ始めるわよ。コホン。全世界のみんな、こんにちは。毎度おなじみ、七賢人のアイドル、アブネスちゃんです。よくもまあキャラ
ラーを変えられるものっちゅ。ほら音声入っちゃうでしょ。カメラは黙って。ごめんなさい。てへ、急に放送が始まっちゃってみんなびっくりしてると思うんだけど、でもでもこれは見逃せないぞ。なんとなんと、今私の目の前では女神同士のガチンコ対決が行われようとしてるんです。は？どういうことよ。まさかこれ中継されてるの？ああ、てめえらをぶっ飛ばす瞬間を世界中のやつらに見せてやろうと思ってな。なんてことを。やだ、せっかくのテレビデビューなのに私普段着で。あ、髪の毛平気かしら。誰か鏡持ってない？これ本当？マジで映ってんの？おいおい、イーズン見てる？と、全国中継はまずいですわね。こそこそこそ。これで映るの？ベタベタ。あ、触っちゃダメ！指紋がつくでしょ！っていうか、あなたたち近すぎ！私が映る。